はい、というわけで、本日は1月11日ですね、明けましておめでとうございますの方もいると思いますが、今年2回目の、週末大会となります。で今日もシングル戦、で開催、今日はかなり遠征勢というかね、海外勢が来てたりとかね、かなり、地元勢は逆に少ないんですが、かなりバリエーション豊かな、メンバーが揃っておる、おります、7名のシングルトーナメントで開催です。じゃあまず、左上行きましょう、浅羽さんの狭間と柴犬さんのプラチナ、じゃんけんで 1P2P を決めてください。はい、じゃあ柴犬さんが 1P、浅羽さんの狭間が 2P となります。はい、ではでは始めちゃってください。さあ柴犬さんは久々、1ヶ月半、2ヶ月ぶりぐらいか、の参戦ですね。お土産ありがとうございます。さあ、ウルツーピー側は、こちらは久しぶりどころじゃないですけど、ちょいちょい遊びに来てくれている、浅羽狭間です。まあ、最近だとね、SOB の、サード、テンポ予選が、ありまして、生きてて偉いチームでね、見事ゴイチャリの、テンポ代表を取っておりますが、ナインが鬼門という、ところでね、まあ、ミクのあたりにナインを使ってもらえばいいんじゃないかなと思うので、さあ、という感じになっております。プラチナ狭間、まあさあ、今日は大会後の、ご湯沸かせバトルは先ほど言いましたが、遠征勢がかなり多い、関係で、いつもあったら先着2組なんですけど、今日は割と無尽蔵に、無尽蔵は言い過ぎだけど、まあでもほぼほぼ、無尽蔵で、受け付けていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。さすがに海外勢とか来たらやっぱ、満足できるまでやりたいよ。まあ、のじ合いでもいいんですけどね、まあ、形に、がっつり残る、分からせバトル5試合選手勝ちを多めに今日やっていく予定です。さあ、いいとこでジャンシーが空中カウンターして、サンシーからミラクルジャンヌだが、ちょっとなんか怪しいぞ。あーっと、お尻バーストになりましたね。 OT じゃなかった。さあ、ハンマーは温存しているが、これがちょっと結果的にどうなのか。移動としては悪くなかったんで、コンボに組み込んでるそのような感じがしたが、ダメージ写真いっぱい入るコンボ、さあ、ジャンディ入ってしまって、この残り時間 OD すらできないということで、もういやちょっともったいなかったですね。一本選手したのはハザマン。おーっと、うまい自衛隊君からしっかり取っていく、投げは抜けるの早い。さあ、物を投げ落とすところにちょうどジャンプ 6D が当たって、しっかりカウンターから拾っていきますね。さあ、ジャンプ 4D がかなりエグい。さあ、これは見えない。あ、ちょっとペチった、これはキャラ的なものもあるか。さあ、バースト使えない。さあ、まず1戦目勝利したのは、浅羽さんの狭間。さあ、じゃあ準備できたら始めてください。さあ、ワンピー側、エクジトーのアズラエルは、まあ、スタイリッシュアズラエルですね。特次トーは、漫画のキャラですね。で、2P 側は、久々、過去にもね、遊びに来てくれてます、海外勢の、コンのジンです。
ほぼほぼ多分カードの戦績は CF1 の時の、あれが、強いと思いますが、この OD から OD 当たる。おっとこっちも OD、 おーはージャンニシーを吸い込んだ。さあこれはちょっとストライクで当たりに来たぞ。ただ安く済むのか結果的に。さあまだ赤弱点残ってましたね。マジリーからレオパルド空対空、ここはしっかり。さあおっとバースト速使っていきました。強気のアズラエル。さあジンは慎重クッサー使うんだ。 GD は当たるが、あこれ難しいぞ。あーしっかりちょっと怪しい。今のつながんないですね、小説起動で。さあおっといろいろあるぞ。裏回りこれはバースト使う。小説置いてさあくるくるポンと、一本転集したのはジン。やめてみて。あ来た100円ちょうだい。100円間に合ってる。わざわざ後回しにしてる。あの間に合ってないんだけど、 SOB の時思い出したんだけど、まあさすがに今回はってことで待ってあげたんだよ。そうこれプラチナ使いでちょっと違う。さあコンサートジンがラジリー当たって、ここはラジビーからレオパルドン列挙。さあこれは読んでいたが、どうする。あとジャンプ B が噛み合う。サンダムに入ってワオバースト使っていきますね。変な打撃出しましたね今一生。キレンソラジビー置いてある。1位でファイナルラウンド。レボー3アクション。ゴミキツゲ一生懸命してグッサブガード。さあ下段が刺さる。うまいぞ。さあこれは移動機上がり、前置き上がり、強気に出していった。 B からちょっとジャンディは繋がらない。 BB が繋がるが、わあすごい当たり方。ガードした高。おっとレヒオ。さあ投げが通ってバリアント、この時は当たらないがバリガシ込みの BB が当たる。さあ一生で置いとくがなかなかいけない。そうです。さあ現在はアズラエルがリード。おおっと立ちに。さあどうだ。さあ立ち B だ。発生早いマン。勝利したのは奥地東亜のアズラエル、2回戦進出です。さあまあせっかくなんでね、1P 側マイスターのラムダ。おっと2人とも同段ですね。 2P 側カメリアの白面です。あんまサブキャラ使ってるイメージないですけどね。まあ地元だったら使ってるんでしょうね。マイスターは、サブキャラ結構使いまくりですけども、これもさすがに遠征先ではそうそう使わないんで。さあ今日はメインキャラ同士の対決、総家筆頭の2人です。開幕6位対空、これはちょっと迷ったかな。まあ、もう最初も最初なんでジャンプ D で取ったところでみたいなところちょっとあるんですけど。さあ 4D が入る。これはいい位置拾えてノーゲージでコンボに行ける。さあちょっとこちらやっていきます。さあ白面はここは耐えるターンだが、ブレイドが当たって、さあバーストを吐かせた。ラムダとしては美味しい。すごい高い声でジャンピーカウンターしたけど拾えちゃう。さあこれは美味しい流れだぞ。さあこれは反応してるんですが、 6B からの斬鉄。
すごいすごい。6A6 秒微妙にディレイかけるのがポイントっぽいですね。うなぎゃ抜ける。さあ今のエンマはいいエンマだったが、よし、さあ圧があるぞ。柳はつかる。あははぶっ込んできた。さあ空対空でスパーダで突っ込んできました、これがヒットして1本転手したのはラムだ。やりしカウントアップ、うんと欲張ったが、いいね、シックルをやり過ごします。さあアギトで対空潰しを狙いながら、あはは出た。さあ遠征勢殺しのこの、ね、アクトパルサーで、投げ抜け漏れみたいなやつに、カウンターを入れるというよくやる手なんで、マイスターを対面してれば、おのずとなれるんですけども、なかなかこれがね最初は反応しちゃうんですよね。ずるい、あーずるい、あーずるい、このキャラあーずるい、あーうまい、しかもさあ今のはちょっとうまいんじゃないですか。倒しきれるか、倒しきる。さあ残念ながらまだ体が温まってないですかね、カメリア、勝利したらマイスターラムだ。まあ大会後ね、ごいわからせバトルいっぱい受け付けるんで、そっちでぜひね、とのじ合いで、頑張っていただきたいと思います。さあアズラエル・ハザマというところで、まあ、お互い嫌な組み合わせかなと、いった感じでしょうかね。全力を出さん。このハザマでね、攻撃判定バカバカ置かれるというと面倒くさいしみたいなところがあるし、アズラエルアズラエルで、ペースが見えないんで結構面倒くさいです。さあパンツァー、これはさすがにといった感じでカウンター裏回りから ABB の3段。さあグスタバ来る、西大からガードしてる、パンツァー、これはね頭のいいところですね、遠くてもパンツァーストライクの硬直をさせる。さあ B を押してある、ジャンディーまでつないで相打ち、さあまだわからないぞ、パンツァーストライク、ラッキャンから、さあこれは赤弱戦継続だ、綺麗に D で受け身狩りしてバースト使っていきます。さあ現在アズラエルがリード、邪行が当たる。さあこれはどうだ、邪行指導だが、アズラエルは残るか、さすがに硬いか、硬いですね、残ります。さあわからない、パンツァーストライク。さあ一本先取したのはアズラエル。ジャニシン、裏回り ABB からサンダー、おっと右側ドアがパンツァー、さあ裏回り、わお、あー届かない、さあ C 発生はしっかりガード、そうですね、これは見てから余裕でした。はじめから、さあ肌は苦しいぞ、飛行機上がり取られて立ちに手が入る、すげえ、これはやりはおったですね。勝利したのはアズラエル、決勝進出です。はい、右側マイスター対ミニア。さあこれは大金星じゃないですか。氷タグはね、まあスタイリッシュにはほぼ効かないっていうのも、結構強みになるでしょう。
select your character. 勝手にガードしてくれるみたいなね。ピオタシが結構それを活用してたイメージですけど。さあ、そして今日は空気を読んでというか、本さんが来てることもあり、ジンで行くと言っていたミヤですが、さあマイスター相手はさすがにウザナミ使いたいかというところもあるんですけどもね、どうかな、いけるか。さあ行きましょう。 1P がマイスターラムダ、 2P がミヤジンです。お、これは美味しいぞ。ラスト行け。なになに、さあ、曲はミスでしょうか。そこか、そこか。あと立ち絵と立ち絵っぽいのが 6A、 6A っぽいのが立ち絵に化けたか。さあ、これは FC が読まれているぞ。素晴らしい。あー、いい対応です。ちょっとこれはね、ジンの補正金にはやり得な FC が。さあ、ダッシュ 6B は空中ガード、うっと、ちょっと高いが、あ、重力間に合わなかったのか。さあ、これはラッキーだが衝撃、さらっと打ってきましたけど、しっかりガードしてましたね。さあ、やる気満々でしたが、一歩停止したのはジン。さあ、お互い補正切り上等で突っ込んできます。さあ、これは 6B からヤバリエ画面端に追い詰めて、あいて、あーっと直が見えたんですが、カウンターで一段旋回してしまいました。さあ投げから一気に減る。あージャニシー強い。さあブレードラッキャンガード、さあ昇竜警戒っぽいキャバリエじゃねえや。エクシー側不発で、さあジンが 8D のギリギリ上を行くような低空飛翔剣を前でいきます。ロケータイクラスト、うわぁ衝撃 3C でぶっ飛ばした。すごいぞ、マジかよ。さあ亀梨、これはあるのか。 4D、 さあありますね。これはしっかりキャバリエから絡み切りで 1-1 でファイナルラウンド。レベル3アクション、ふなげ、わお、ふなげ。さあ立ち回りの XC 側しっかりケアしております。ポンは当たらない。さあこれはいい潜りですね。壁中央に立ち回り戻します。ひっくる、さあ仕切り直す。4D、 おっと危ないですね今の 3C は。あっとこれは 4D 振ってるのが見えた。ゲージはつかない。ジャニシー当たる。おお危ない、今の召喚ちょっと危なかったですね。飛び込みからコンボ入れるようなキャラじゃないですけど、確かに。さあラムダは一矢報いていくが、ここの 4D はガード。さあよく合わせる 4D、 これは間に合わない。もう4G。 さあブレードラッキャン 6B の 6B が通る。まだわからないぞ。さあ黒人は仕切り直しになった。球体くん、うっ、ニオキ、そこにダッシュ 2B が入って、さあバーストたまる前にやりきりました。 6C から見切り倒しきる。さあかなりいい勝負でしたが、勝利したのはマイスターラムダとなりまして、決勝はそうですね、トクシとアズライル対マイスターラムダとなります。トクシ東亜のアズライル対、マイスターのラムダですね。
さあ、ただ朝葉狭間を倒してきてるんで、これはワンチャンスあるんじゃないですか。噛み合えば全然いけますね。さあ、ラムダはそれに対していかに冷たく対応するかといった感じでしょうか。いきましょう、本日の決勝戦、アズラエル対ラムダです。さあ、まず足から僕には入れる裏回り、バースト OD。 さあ、立ち絵カウンター大工になっている。今に繋がって1位入れ替えからの金谷地下段ガードしている。下段もガードして、だがおっとちょっと反応が遅れたか。あの消費者が当たるかなと思ってね、一瞬待ったもんね。さあ、立ち D が当たる。さあ、ラムダのターンが始まりました。ブレード、あーっとホームランしてしまったが、これはまだわからないぞ。パートタイトルいないが、ここは、空対空でしっかり倒し切っていきます。一本選手したのはラムダ。バーストとか OD とかね、特殊等はもったいないですね。使いどころがしょうもない。もうちょっといいところに置いてですね。さあ、これはしっかり下段まで入って、うわー痛い。 BB って打っちゃうとどうしてもこれが HC がカウンターしてしまう。ジックルディレイ下段。さあ、おしゃれコン決めて、火力高いのかな、高いのかな。バースト対策になりそうなイメージではある。さあ、グッドフ、これは裏回りもガードしてるが、パンツだ。今これグッドフカウンターして、ヤニシ CA 6人、やっぱりエア届かないが、なぜか立ちで打っている。これはあるよ、パンツアップ。さあ、紫投げだ、クーナゲー。今夜勝ちたいクーナゲは通って 1-1 でファイナルラウンド。さあ、空対空、あーっと勢いよくやってしまったが、画面中央でも 3C 指導から結構痛いコンボが入るが、ちょっとミスったか。さあ、気分よく出しておりますけど、今度はしっかりちょっと待ってから 6C を当てて4000。アジディ当たっている。さあ、まだわからないぞ。ああ、 6D からのこれはバータイの OD。 さあ、ちょっとファイナルラウンドはね、パンツァーで自害しただけでちょっともったいない内容でしたが、決まりました。というわけで、本日の優勝はマイスターラムダです。はい、拍手。